はい、さい、今回は新型レボーから搭載されたスバルスターリンクコネクティッドサービスについて話をしていきたいと思います。今回なんといっても目玉の一つになっているのがヘルプネットです。これは事故や故障などがあった時にコールセンターみたいなところにつながって対応をしてくれるといったものです。この機能は KDDI の 4G 回線を使っているので、まあ、携帯電話がつながるところであればほとんど大丈夫だと思われます。この機能を使うために必要なのがマイスバルというアプリに登録するということです。このアプリを登録しないとこの機能は使うことができません。登録が完了するとこちら緑色に光っていると思うんですが、この緑色に光っていれば使える状態ということになります。左側が SOS ボタン、右側がインフォメーションボタンになっています。エアバッグが開くほどの衝撃を感知すると自動的に SOS コールがつながります。手動で SOS コールを使いたい場合はこちらの SOS ボタンを長押しすることで使うことができます。ただ一つ注意点があります。この SOS ボタンを長押ししてコールセンターにつないでしまうとこちらから切ることはできません。というのも SOS なので、万が一こちらから切れてしまうと危ないからだと思われます。なのでむやみやたらにこちらを押してつなぐのはやめましょう。コールセンターにも迷惑がかかってしまいます。ただしインフォメーションボタン、こちらに関しては切ることが可能です。実際にこれを押すとスバル安心ホットライン通話終了というボタンがあるので、これを押していただくと切ることができます。なのでインフォメーションボタンは切ることができるんですが SOS ボタンは切ることができないので気をつけましょう。ヘルプネットは万が一の時に助けてくれる機能です。できればこの機能を使わなくて済むような安全運転を心がけたいところだと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。